計画は完璧だった。すべて順調に進むはずだった。あの日本の小娘、レイコ・日の本が現れるまでは。そう、あの神風ローズの忘れがたみが。神風ローズ、地獄に落ちてもまだ私を煩わせるつもり？やれるもんならやってみるがいい。すぐにお前の娘たちも地獄に送ってやるさ。第2第3のレディー X としてね。誰にも邪魔はさせない。これは私のシナリオなんだから。さあ、診察の時間よ。素敵なボディがまた一つ。Thank you.
璧なボディがまた一つ。素敵なボディがまた一つ。素敵なボディがまた一つ。姿を現したね、イーブルローズ。いや、フジコ。貴様の企みは私が叩き潰す。その様子じゃ私のこともすっかり分かってるみたいね。アナスタシアは仮の姿、その実態は優れたレスラーを凶悪な兵器へと変貌させる狂った科学者、そしてランブルローズの影のフィクサー。それがお前。よく調べたと褒めてやるわ。でもそこまで知られたんじゃもうペットとして飼うわけにもいかない。お前はお払い箱だよ。
これでめぼしいボディはすべて手に入れた。いや、もう一つ。姉さんに触るな！はっ！やっぱり現れたね、日本の子猫ちゃん。あなただけは許さない！母さんの、姉さんの仇！悪いよ、そうはいかないよ。お前に引っかき回されるのもここまで。これが私のシナリオ。私のシナリオはフィクションじゃなくてドキュメント。ドキュメントはハッピーエンドにならないものよ。これでコレクションはコンプリート。さあ